あと仏哲について言わせてもらうと、まあ、さっきのその甲府もそうだけどね、基本的にさ、その時代だったからこうよとか、あの時代はこうだったってことは、だって根幹なる法義解釈について踏み込んで喋ってるわけですから、そうするとそれについてはっきりこの180度転換したわけですから、そしたらそれなりに池田先生自身の法義解釈の説明が必要じゃないかと、責任持って池田先生が言うべきであって、原田さんが言ったって信用できねえと、池田先生が言ってるんだったら多少聞く耳もあるけどと、動く池田先生見たいと、そういう持ってき方なんですね。池田先生が本当にこの問題についてちゃんとせめて動画でもいいから、人前に出てくるのが大変なら、だって運動してるんですね、池田先生って。してるし、だってこの間箱根駅伝のルートを奥様と一緒に見に行ったって言うんでしょ。そう考えましたよ、涙したという。いやー、そんな元気があんだったら、自分がかつてね、仏哲で三座階段のご本尊が絶対唯一不況の本尊であるってあれだけ述べてんだから、池田先生の口ではっきり教義的にその変更点を、その理由と、それぜひ聞かせてもらわないことにはおかしいでしょって。そんな三品の原田に言わしたってんじゃね、やっぱり音体が出てきて説明してくれよということじゃねえですか。自分の言葉には責任持とうぜって、池田先生って感じですよね。だから自分の言葉は自分でちゃんと法義解釈、根幹となる法義解釈を180度変えたなりのその理由を説明すべきだ。これが人間として、社会人として、仏法者としてあるべき姿じゃないかと。それができないとなれば、それは仏法者として誠にその卑怯者であって無責任であると。おかしい。出てこれるんだったら出てこいと。箱根駅伝の下に行けるくらいだったらそのくらいのことできるだろうと。で、次がですね、